さあ、今日もお仕事やっていきましょうか。お、1号がいるじゃないか。1号だっけ？あ、1号だね。せっかくだから一番筋肉が目立つピチピチのシャツを着てくればよかった。ビーチでオイラのマッスルボディをアピールできるチャンスだったんや。お、で、こちらお医者さんか？リカ。この辺り小さい島がたくさんあるんですね。ふふ。面白いところだ。ふむふむ。じゃあ、今日も。まあ、まずはレシピをもらってから行きましょうか。ここだよね。いつも同じ話だね。何してるの？リンゴスムージー、はい。知りたいですよ。毎日1個ずつもらえるんだね。じゃあ、覚えていきましょうか。化石じゃない、覚える。リンゴスムージーのレシピを覚えた。で、リンゴかな？必要なのは。リンゴ2個か。そんな簡単なやつばっかしですね、最初から。なんか音楽でも入れておけばよかったかな。あ、穏やかな音楽入れておけばよかった、ここ。壁掛けのスピーカーとか、セットすることによって音楽って流れないのかな。さあ、じゃあ今日もお仕事やっていきましょうか。まずは買い物からかな。いやー、ちょっとお金がだんだん減ってきましたね。はい、一緒に頑張りましたね。なんだ、あ、バブル。あ、これも飾れるようにな。お、これは、昔の、鬼ソープタ？鬼ソープタ？まあ、買っちゃいましょう。で、隣の、たくまさん、いつも買い物ありがとう。なんだ、ここで仕入れてる家具、気になる？もし取り寄せたい家具あったら、行ってね。へえ、何？言えば、あるの？この釣り座系サインは、これも買っておきましょう。バーゲンセールで使えるそう。で、ペンキ？690ポケ。今日は安いね。ついにこれはいくら？28万8000ポケか。ちょっとだけ足りないな。毎日ちょっとだけ足りないんですね。いや、あ、何か来よう。お取り寄せを。お仕事で使っている家具を購入して、自宅へ届けてもらうことができます。非売品を除き。へぇ、アーケードゲーム。アートの街や。へぇ、こうやって、あ、あ行で並べてあるんだ、これ。あ、バリエーション選べるんだ。いいですね。とりあえず、家具から見ていく。アンドアンプ。いやー、ここら辺高いなー。お仕事頑張らないと本当に。エレキギターで63,900ポケ。あ、高っ。お城の壁、お城の塔225,000ポケですか。高いな。温室棚はまあいいけどね。なるほど、買い物してったら買えるようになるんですね。買える、こうやって家に送ってもらうことができるのか。そうなると、あの、小物ですか。まあ、いいや。あとで時間あるときに探して買っておきましょうか。レジケースが、お、タクミヤライフのスマホケース。なるほど。こういうのがあるんだ。傘、スリッパ。もう、つにちちと一緒の商売方法ですね。まあいいや。お仕事していきましょうか。お仕事しますよ。もちろん。今日もよろしく。さあ、じゃあ、リカさんだったっけ？
ネズミの女の子。どんな依頼があるか聞いていきましょうか。で、ギターを弾ける部屋。バッチリ起きられる。これ、鶏じゃないのか。で、ティータイムを、基地を作ってヒーロー仲間で。木の匂い。やっぱ基地だね。1号のお仕事していきましょうか。で、私の体力があれば、こちらのしっかり起きられる部屋を作りましょう。じゃ、匠ライフの人か。いつも見てもはっきり、張り切ってんな。おいらシークレットベースを持つっていう夢があるんだけど、よかったら夢の実現に力を貸してくれないか。はい、お任せします。はは、ナイスレスポンス相当決まれば、全は一緒で、よろしく頼むぞ、と。いやー、最近1号見てなかったから島にも欲しいね。気合入れてバッチリ頼むぞ。オイラとしてはこんな感じで決めてほしいんだけど。なになに？正義の味方が集う基地か。なんでロケットなんだ？なるほどです。素敵なイメージですね。では、たくまちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。なるほどね。なんか高台がいいですね。高台が確かあったはず。ここか？ここか、他の高台は、あ、マグマ研究所みたいなのは建てられるかな。個人的にはここがベストだな。家の横に、ロケット置けばいいか。じゃあ、ここにしましょうか。いいじゃんか。運動スペースも十分ありそうだし、気に入ったよ、と。それでは、一号様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。たくまちゃん、一号様は現地にご案内してね。さあ、バリバリ進めていきましょうか。ああ、もともと入り口が一段高いだ。お、ここが、声が反響してるね。すごいよ。あとは任せたぞ。楽しみにしてるかな、と。正義の味方が集う場所ね。これ片付けようか。片付けられるのか？片付けて。まず、お家をリメイクしましょう。なんか、お家の形増えてほしいなぁ。まあ、一回しかないからなぁ、まだ。二階とか作れるのかなぁ。ブルーにしようか。このタイプの家は壁が選べなぜ。おぉ、選べないんだ。ついでに入り口は、鉄板。あれ、ない。好みのやつがないんだな。じゃあ、ちょっと変えるか。青ボーダーで壁が、レンガ。赤レンガでいいか。で、扉がですね、あるかな？あら、あったあった。シンプルドアがいいんですよ。で、白にしましょうか。入り口は、まあ、ヒヤシンスのリースでいいかな。
よし、オッケー。で、おうち、外に、ロケットを飾る。で、一応地面の色も変えておきましょうか。石畳。で、なんか外に置きたいんだけど、懸垂スタンドと、電動キックボード。お願いされているものは、外ではあまり使えないものだな。で、壁掛けの、お、スクリーンもあるんだ。植物も釣る。あ、そこに。ここに欲しかったんだけどね。とりあえず、引っ張る系ですね。体力をつけるために。で、オーダーの中に外に飾る系あるかな？こう、ツールカート置いとくか。リメイクして。やっぱ赤でいいやん。いいね、この曲。懐かしい。とりあえず中をリメイクしていく必要があるね。さあ、どうぞお入りください。スーパーコーンと、いろいろとだね。じゃあですけど、部屋の壁から先に直していくか。まあこんなもんか。で、次は壁ですね。壁を立てていきましょう。シンプルなパネルじゃないわ。あ、スクリーン、スクリーン端っこの方かな。で、映写機もつけたいけど、映写機をつけるには台が必要。で、オーダーの中にある映写機を入れて、で、ちゃんと、ついてるね。あ、これもリメイクする必要あるのか。あ、ブラックとホワイト選べるぐらいか。では、これでいいんじゃない。とりあえずラジオとか。こんな感じかな。まあ、ちょっと腕が落ちてきたかな。手持ちカメラにして。ガイドなくして、こんな感じか？向こう側を見ておいてほしいんだけどね。これで、じゃあ作戦会議室完了ですね。完成しましたよ。マジ、オイラのアジト完成だ。まあ、いろんな家具は増えましたけど。いまいちっていう出来でしたね、今回は。正義の味方が集う基地ということで。ああ、ちょうど毎回顔が見えないんだな。ここからの角度も見えない。
ただ壁を映してるだけになっちゃって。おお、座ってくれましたね。まあ今週も無事終わりましたね。サンキュー。思ってた以上にかっこよくて最高だ。すっかり世話になっちゃったな。一息ついでに、ゆっくりしていってくれっていいからな。まあそろそろ帰りましょう。じゃあ気をつけてな。いつも遊びに行ってくれと。ああ、いつでも遊びに行ってくれか。一人で戦隊してるんかな。はい、終わりましたよ。おかえり。たくまちゃんももうすっかりお仕事になられたわね。お、なんで？お給料の1万2000ポキを受け取ってちょうだい。はい。3万ポキになりましたね。そういえば、ここで売ってるお土産チョコレート買ったことある？はい、ありますよ。買っただけです。あなたも食べて、美味しいわよね。もし気に入ってくれたなら、丸太で帰る前にいくつか買っていったら、お世話になっている方にプレゼントすれば、きっと喜んでくれるわよ。なるほど。まあちょっと引き続きやって、あ、終わり、終わるにしちゃった。仕事したかったんだけどね。まあ、おすすめですから買って帰りましょうか。お土産でね。まあ引き続き、お仕事やっていきましょう。はい。じゃ、頑張ってね。さあ、どんなお仕事が次待ってるかな？最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。